タッチリコズと武田でございます。刻んでいこうぜ。俺の脇毛カーボンファイバー。ちょっとごめんね。なんか最近の TKD プロジェクト何してんの。まあでも我々もね、10万人人気 YouTuber です。やめとけマジで。私生活気になる人いるんじゃない。前回の動画、サムネドンということで、この次の日になっております。だからこの動画の続きみたいな感じで見ていただければ、ああ TKD プロジェクト仕事してんじゃんみたいな見方になると、その姿を届けたいのと、次の日のお互いの仕事別々の感じがなんか面白そうだなと思ったので、まあお互いに動画を回してきましたと。当日は俺に関して結構絶望してたというか、絶望、そういったなんかちょっと波乱万丈の展開になりましたよという、まあそれはこれから見てもらう。いやもう触りは聞いたしけど、マジでおもろい。俺も自分なりにやって、いい撮影できたんだよ、はいはいはい。なんだけど、お前の方強すぎて、その俺薄れるわ。薄れる。 TKD の今回のお仕事って、まあ、駅伝のゲストランナーみたいな。そうですね、山形で長距離の仕事で、そこだよね。逆なんですよ。謎の現象が起きた一日ということで。なるほどね。では見ましょうか。そうだね。 OKOK、 TKD プロジェクトの一日いきましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。下痢が止まらん。下痢が。下痢。痛い。腹。お母さん動画、回してるんだけど、いい。普通に一人で喋ってるんだけど。先に寝てもいい？うん。いや昨日地元の牡蠣食ったら、そっからもうずっと下痢で熱もあって、今日いわきのサンシャインマラソン100日前セレモニー行って、一個仕事を凝らしてきたところです。この仕事は体一つだから、体調崩すとやばい。家賃がかかってるから、こっちには。とりあえず、今月の TikTok 収益公開。みんなのいいねとか、コメントとかでおすすめに乗って、僕の TikTok が回ることでお金が発生してるので、今後ともよろしくお願いします。13万9千円でした。ありがとうございます。この体調を崩したまま地元の福島実家にいるんですけども、朝5時起きで3時間ぐらいかけて山形に行かなきゃいけない。これがまあしんどい。周平は明日千葉で駅伝大会らしいです。見た？サンシャインマラソンのポスター見たよ。明日もニュース出るからとか、あと新聞にも載ると思うよ。多分明日の新聞一面じゃない、俺ら。いわきのイオンモールみんな結構いる中で、10万人になって帰ってきましたって自慢してきた。どう思う？10万人いるよ今。10万人が俺らの YouTube を見てくれてる。10万人だって。うん、10万人では少ない方なんじゃない YouTube でやっていこうとしたら。はい、ということで、そんなことやばい。37度5分。いやー、イベントゲストだからさ、休めないよね。とりあえず1日乗り越えます。明日5時起きなんでね、今日は寝ます。この絵は小学3年生の時に僕が八郎っていうテーマで描いた絵なんですけど、福島で最優秀賞取って、全国でなんか力賞みたいなの取ったよねっていう感じです。おはようございます。ただいま11月19日5時11分になります。おはようございます。朝だね、めっちゃ朝です。4時過ぎに起きました。ランニング走る格好してるんですけれども、私 TKD ゲストランナーがありますね。ゲストランナーの仕事あります。ありがとうございます。ありがたいですね。短距離選手なのにこうして長距離の企画にも呼んでいただけるっていうのは本当にめちゃくちゃありがたいんですけれども、一人よよしきと武田の仕事がブッキングしてしまいまして、本来なら TKT プロジェクトとして二人で行くっていうのもあるし、よしきがね長距離選手っていうことでゲストランナー的な仕事はこうよしきが結構多いことがあるんですけれども、今回ね長距離のゲストランナー、めちゃくちゃフルマラソン走るとかハーフマラソン走るみたいな感じではないんですけれども、約8キロから10キロぐらい走ります。
フルマラソン終わったばっかりなのに何させんねん俺にっていうことは言いたいけども、全然呼んでくださったありがたい気持ちの方がでかいのでノーダメージです。今回あの私千葉の四つ街道の方で行われるわらびマラソンところにあのゲストランナーとして出演させていただくんですけれども、ヨシキがね今日ブッキングしてる仕事が山形、僕の地元の。どうなってんのこれ普通長距離的なやつがヨシキやって、短距離的な要素結構あるらしいんすよ山形で今回やる。逆ー、すいません、さすがに5時なんで頭回んないっす。この後この動画の素材見て面白くねえ俺のトーク編集すんの本当にやだな。から元気元気、どうも武田です。ということでこれから四つ街道駅まで向かっていって、ゲストとして、まあ、約8キロぐらい走って会場を盛り上げるっていう大事な仕事がありますので、そちらの様子を今日皆さんにご覧いただきたいなと思います。今日ブサイクやな顔。ダッシュで行こうぜ。5時54分、6時に出発するんで、それに向けて朝準備してます。熱はね下がったっぽいね。腹が痛い。相変わらず朝うんこしに行ったら下痢っす。最悪だ。とりあえず今日一日乗り越えるしかないな。はっ、ちょっと下がった。7度1分、こんぐらいだったらまだ一日動けそうだな。とりあえず山形行ってきます。刻んで行こうぜ。7時56分、8時前に到着しました。8時前ぐらいから開会式があるそうで、そこに登壇させていただきます。なんかすごいいいな雰囲気が。 BGM もねニッチなジブリの流しててめっちゃ好きです。楽しみたいと思います。サイン書いてください。嬉しいね。大きくていいのかな。まあいいか。自然豊かな四つ街道総合公園の中をですね、まあ、楽しみつつも練習の成果を発揮していただいて、とっても思い出に残る一日にしていただけたらなと思っております。また陸上系 YouTuber の竹谷さんも今日お越しでありがとうございます。いっぱい発信していただけてると思いますのでよろしくお願いします。 T シャツ着てるじゃん。着てんです。マジ嬉しい。似合うじゃん。ありがとう。おお、どっち？どっちが好き？どっちなの？はっきりして。T シャツにする？どっちも描く？どっち走る？走らないの？走んねえの？OK、ありがとう。ありがとうございます。マジ似合ってる。タメじゃん。なんだと？タメじゃん見てないでしょ。ほら見てないじゃん。なんだだ。タメじゃんの言う。しかも結構最近。OK、ありがとう。タメじゃん握手したことある？ないよね。さよなり。これ誰？ワイナイナ。ワイナイナ。ワイナイナの上と下どっち下にするわ。ワイナイナの下にするわ。ありがとう。ありがとうね。大丈夫よろしく。ありがとうございます。そう、間もなく出走の時間になります。まあキロさんとかで押せばいいのかな。ツッコミがいない。ちゃんと本気でいきますから。分かってますよ。このハチマキつけてる時の俺は本気だって。なんかさ、めっちゃ運動会みたいで、めっちゃ雰囲気いい。四つ街道わらびマラソン。あったけ、マジで。このアナウンス聞こえるみんな。このトーン、運動会にしか聞かんやろ。まあ、とりあえず、マジで今日は、キロ6で入る。キロ6で入って、その後どうなるか。きついのかきつくないのか。さあ、頑張るよ。それでは行ってきます。約3時間。運転して山形の会場に到着しました。いやもうひたすらお腹痛い。ひたすら大丈夫かな、今日大丈夫かな。イベント自体は盛りだくさんで、まあ楽しめるようなイベントなので、体調忘れるぐらい楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ここで皆さんにご報告があります。デデン、山形の大人気クリエイター、金髪物語の春部さんです。殿、大人気と言われるとちょっとあれなんですけど周平の高校時代のマネージャー。そうです、同級生で陸上部のマネージャーしてました。殿、春部です。はい、いや山形なのに周平異年会っていうそうなんだずっとあの金髪物語応援しててありがたいです。はい、ずっと推しでした。それは本人から何度も聞いてました
今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあまあね、会場すごい盛り上がってます。人がいっぱい、まあ、いろいろスポーツが体験できるみたいなんで、12時僕トークショーあるんですけども、そのお仕事までちょっといろいろ遊んでみたいと思います。3キロ行くからね、今から皆さん。僕はどこまで行けるか。絶対ペース速い。落ち着いていこう。頑張って、皆さん。ありがとうございます。頑張って、皆さん。素敵な応援がいっぱいあるね。頑張ります。ありがとうございます。あ、市長もいますね。市長もいます。ありがとうございます。すげえ、給水所とかもありますね。8キロで、ありがたいね。4分 46? ちょっと速すぎるな。もうちょっと落として頑張ります。絶対持たない。すげえ下る。キッチン。このコースキッチン。4分49、2キロ4分49。早いって。今度こそ落とします。あ、ありがとうございます。お水ください。わー、どうも、お水もらいました。おいしい。4キロ4分51。半分過ぎてまだゴールずっと切られてる。すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。行っちゃう。このまま行ってみるか。5キロ4分52。全部5分切ってる。すごくね。やばいんだけど。マジで。あと3キロ頑張ります。6キロ43。マジ？どうした？フルマラソンの効果効いてるか。これ回していきましょう。はい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 。任せて任せて。行っちゃうよ。もうゴールです。じゃあ。ありがとうありがとう。頑張るよ。ありがとう。アベリージ4分43？これ長距離しようかな。すごくない？早いでしょ、どう考えても。8キロだよ。あと2キロ生きるし。これ1人だからね、みんな。っていう感じのわらびランでした。ダッシュで行こうぜ。え、怖っ。え、待って待って、超怖い。頭触れると、はい、前で一人で簡単に経歴を説明いたしますと、東洋大学駅伝部で、4年間箱根駅伝を目指してやってました。で、その後に2年間会社員やってたんですけれども、自分の人生挑戦してみたいなっていうところで陸上系 YouTube を、始めて6年目になります。東洋大学の出雲駅伝メンバーだけど、台風で出雲駅伝走れなかった新也くんじゃないですか。どうも、斉藤新也です。めっちゃ、何年ぶり？5年ぶりぐらい。5年ぶりぐらいじゃない？そうだよね。お母さんと一緒みたい。お母さん？いや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 。スタート。最後上級者。はいはい、行って。よし、全身いったいった。頑張れ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 。よしきくん、すごい組み合わせですね。さあ、どちらが東洋大学同級生のリレーです。すごい、駅伝でもリレーしたことがないってことです。ところで、しかと思います。ラスト行きましょう。よし、先生、刻んでいこうぜ。出た出た、名言。
は山形のスポーツが熱すぎるということで、山形で初めて開催のマルチスポーツフェスタにお邪魔してきました。40種類以上のスポーツウェルネス体験がプロや日本チャンピオンから襲われちゃうということで体験してきました。カヌーは思ったよりも体全身をうまく使わないと全く前に進みません。ボルダリングは決まった岩の色にしか触れないルールになっていて、頭を使いながら登るルートを決めていかないと登れない上に握力もめっちゃ使う。パルクールもマジでかっこよくて憧れるんだけど、実は僕もちょっとできるんです。おーほらね、その他にもたくさんスポーツが楽しめる上に、キッチンカーで美味しいものもたくさん、動いた後のこの牛串マジで体に染みた。スポーツブースも充実、スポーツのお祭り本当に楽しかったです。最後は参加者のみんなと 1000m 対決。中には全中に行ってる子もいて、その子にボコられました。他にも山形ではいろんなイベントが開催されているので、ぜひこのアカウントをチェックしてみんなも参加してみてね。山形最高、刻んでいこうぜ。イベントが無事全部終わりました。温泉に入ってきました。山形の温泉やばい、めっちゃいい湯、銅の湯、銀の湯、黄金の湯、3種類あってめっちゃ良かった。めっちゃ広いし、で入浴料が350円。お店の人に聞いたら、山形はだいたい400円以上かかるところあんまないです、ね、山形のいいところだと思ってました。であとね、衝撃の事実があったんですけど、ご飯食べてる人はご飯食べてから聞いた方がいい話かもしれないんですけども、まあ今日いっぱい走ったんでね、お風呂入りに行ったわけじゃないですか。服脱ぐぞって脱いで、そんなまあ汗かかなかったんで、走った後スパッツの上に普通にウィンドブレーカー履いてこの温泉まで来たんですけども、そのウィンドブレーカーバッて脱いで履いてたタイツもキュッて脱いだら、メリって言ったんですよ。メリってと同時にヒリってもしたんですよ。どういうことかっていうと、まあ今日朝から下痢がやばくて、で熱も出ちゃいました、しんどいですって話してたんですけど、はい、ちょっと出てました。ちょっと下痢が出てて、でそれに気づかないままずっとこう過ごしてたんで、液体なんて言えばいい、液体うんこがおけつとこうタイツの間にこう挟まった状態でカピカピになってたっていう、要はアロンアルファみたいなもんよね。くっついてるのをこう無理やりこう剥がしたらさ、メッメッってなるでしょ、うん、メリってなって、ヒリってなって、あーってなったんですよ。お風呂入る前にこうシャワー流すじゃないですか。シャワー流した瞬間に激痛発したんですよ。ふやーって、ふやー、ヒリヒリ系の痛みってさ、一回お湯なんかこう耐えると、あとは大丈夫みたいなところあるじゃないですか。だからシャワーのお湯で慣れれば温泉はいけんだろうと思って入ったんですけど、山形の温泉やっぱちゃんと温泉で、硫黄の香りもすごく、塩分も高い。しっかりね、シャワーで汗流して、ね、ちゃんとね、液体グソも痛いって思いながら流して、でいざ温泉入る、お湯が塩分お湯がマジやばい、マジやばすぎて、入った瞬間にこうこうよってなって、それが3分ぐらいずっと続いて、42度のお湯だったんですけど、42度みんな気持ちよそうじゃない、入ってるのに一人だけもうみたいになってんのよ。ってなって、もう明らかにちょおかしいから、様子が。周りのみんなも、なんだこいつみたいな。42度でなんでこんな暑そうにしてんのみたいな。この暑さ耐えられないのこいつみたいな顔してるけど、塩分のお湯がヒリヒリのあれに、痛すぎね。マジで、やばかったって話です。だから今日履いてたタイツはもう捨てるか視聴者プレゼントなんですけども、いい大人が、ね。31の大人が、別に赤ちゃんでもないし、ボケた老人でもないのに、気づかないまま、うんこ漏らしてる状態で走ってたっていうのが問題なんですよ。やばいよね。今日ね、たくさんね、山形の子供たち、ランニング終わった後に、もうめっちゃ本当に、もうね、本当にみんないい人たちで、写真もたくさん撮った。たくさん撮ったんですけど、もう、この、
ね、出てるこの写真の数々も全部あのよしきうんこ漏らしてます。 お湯に浸かりながらってなりながらそれをあの思い出してました。まあ、あとね熱はねまだ下がってないので長湯はしませんでした。刻んでいこうぜ。朝の8時、よしき今起きたんだって思うでしょ。この画角違うんですよ。山形でみんなでご飯食べて、昨日の夜中。よくん。はい。お母さん豆腐買ってきてやから。うん。豆腐だと何？いやもう豆腐だけでいいや。豆腐だけでいい？うん。昨日の夜中に、車でゆっくり下道で帰ってきました。ブス。体調が悪いので。高速でねスピードを出すのがすごい怖かったんですよ。急にお腹痛くなったりとか急にね体調悪くなってってなった時にさ、高速だと急に止まれないじゃん。でまあサービスエリアはちょこちょこあるけども、でやっぱり一般道に比べたら急には止まれないから、ゆっくり下道で仮眠を取りながら帰ってきて今到着しました。長い一日でした。やっぱ陸上系 YouTuber 体調を崩してしまうとこんなにもきついことが待ってるんだなっていうのが身に染みたね、こう一日でしたね。より一層気を引き締めて頑張っていきたいと思います。が周平と俺の交互の動画なのに俺の登場が多くなりそうだな今回の動画は。ということで今回は TKD プロジェクト、普段何してんのみたいなそういう動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。よければこの頑張りに免じてチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。おやすみ。やっと寝れる。布団気持ちいい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。 あこっちだ。